ロアッソは昨日、JFL 所属のベルスパ大分と30分かける4本のトレーニングマッチに臨みました。1本目の終了間際、2年目大崎駿のパスに反応したのは36歳の伊藤駿。後ろから走り込んだベテランのシュートで先制しました。メンバーを大きく入れ替えた3本目からは、去年右膝の大怪我で4月以降出場できなかった三島翔平が出場し、4本目と合わせて60分出場。初めての対外試合は1対1の引き分けでした。膝の状態はまあ悪くはないんで全然大丈夫なんですけど、まあ、あとは試合感だったりとかっていうのがまだまだなんで、そこをしっかりあと1ヶ月で上げていきたいなと思います。あとはやっぱり相手プレッシャーとかですね、なかなか攻撃の部分でうまくいかなかったのが多かったですね。でもまあこれからだと思います。およそ1ヶ月後に迫った明治安田 J2 リーグの開幕に向け、さらにチームを仕上げていきます。